この後夢のような90分が目の前に広がります。準決勝ガンバ大阪対マンチェスターユナイテッド。それではここで今日の主審ご紹介します。メキシコのベニト・アルチュンディアさん、そして副審はエクトル・デルガディージョさん、マルビン・リベラさん、三子メキシコの審判です。第4の審判はアルジェリアのベヌーザさんです。現在の気象は晴れです。気温が 9.5 度、湿度が 83%、 風速 0.1 メートル、微風です。さあ間もなく準決勝、勝てば決勝進出が決まります。赤いユニフォームマンチェスターユナイテッド、今キックオフです。バンドをヘディングで落とした。ここには橋本ディフェンスのシュート妙人、なんと立ち上がりの3分間が国際戦でしょう。ルーカスへ落とすか、自分で行った、行きますね、右足でキックして左足で打った、ダウンが前半4分までにガンバ大阪3本のシュート、勢いはありますけども、頭が来た、クリスチャーノ・ロナウド切り返して左足で打った、ゴールキーパー藤川もされた。これがマンチェスターのファーストシュート。ちょっとロナウドの表情が、何が勝負に行く、左足に持ち替えて中にはテベスがいる。マンチェスターが攻め始めてますね。そうですね。エビラが行く。これは今日最初のファウルになりました。目が2枚、これはちょっと少ないか。ただキック攻めますからね、左サイドね。最初のシュートだけに狙ってくるかもしれない。直接行った。さあ左サイド、これは遠藤。ドリブルが入って、いいですね。さあフリーだった。バウンド。バウンド。ナイスコントロール。左足。シュート4本目。いや今のはもう練習通りのキーパー取ってから攻守の切り替えを早くしてね。やってましたね。こっからですよね。おっとトリックをくれる、入れた。さあテベス、あー中が空いた、ギグス落とした、右サイド、スコールズ右サイド空いた。さあロナウド勝負にいった、まだか、左か、打たない、打てない、打った、ポストの左。いや、なんでしょうね、ドリブルしてる振りと同じ振りでシュート打ってきますよね。これでマンチェスターユナイテッドのシュートは、そうでないと今度球際からチャンスですね。ハンドハンドか、いや手に当たったか、恋じゃないってことですね。主審のベニト、あそしてパク・チソンの表情も見えます。ウェイン・ルーニーもいます。相手に1対0さあテベス右サイドで入ります、ね、あクリスチャーノ・ロナウド呼んでいる、ドリブル入る、さあロナウド切り返してヒールで左のシュート、ディフェンスに当たりました。これでシュートを5本目になりました。そうですね、スピードが上がりますからね。でドリブルしながら、そしてクリスチアーノ・ロナウドは明神の密着マークを受けている。そのクリスチアーノ・ロナウドはビリッチのヘディングシュート、ガンバ大阪失点をした。攻めて攻めて攻めて、その裏を突かれた。前半の28分、テベスも体がちっちゃいんですけども、非常にね、体の使い方がうまいですね。クリスチャーノ・ロナウド上がった、さあそのクリスチャーノ・ロナウドに入る、低い重心でドリブルに入る、ファーサイドアンデルソンが呼んでいる、アンデルソンフリーだ、ヘディングシュートは流れました、フリーでしたね。しかし何が最後形成して山口がパスを出す、いいでしょう。そしてルーカス、右足のシュート、これはどうか。前半の39分ガンバ大阪が6本目のシュート。このバンド選手が裏で、3人が中にいる、ルーカスがニアサイド、低いボール、ルーカスの裏、バンド、本当に両サイドの選手が、はい、もう積極的に自分のマーク出てきますから、中央に、ね、その辺がサイドがマークされたときに中央出ていくのが、はい、あパスミスになった、バンド、後ろから山崎が来る、バンド打つかどうか、バンド打った、バンド上です、しかしファンデルサール、これはマウスの外に出ると読んで、ほとんど手を出す。中へテベス、後ろがフリーになった、ネビルか、ネビルか、テベスが打った。セットプレーで1点を取ったマンチェスター、手元の時計で残り10秒、ゴール前へ、クリスチャーノ・ロナウド、前半終了間際影を潜めていたクリスチャーノ・ロナウドがヘディングシュート。いずれもセットプレー、今手元の時計でロスタイム1分を超えました。プレーで勝ち上がっていく力、前半残り10秒の悲劇、クリスチャーノ・ロナウド見事なヘディングシュート、これは誰にも止められない、
マンチェスターユナイテッド、この表情が何か物語っておりますが、クリスチアーノ・ロナウドの顔から笑顔が消える後半になるかどうかはガンバ大阪の頑張り次第です。さあ山崎とバンドの2トップでキックオフ。マンチェスターがどうもちょっと攻めのね勢い、あー左サイド出入りが悪いな。スコールズ、もう一度山口足を出します。何ニアに行ってです。これはゴールキックに変わります。北澤さん猛攻ですね。ちょっと 2-0 のスコアですからね、はい、本当に手を2度目の世界一に挑もうとしているマンチェスター。これはオフサイドです。テベス、テベスとしてはボカジュニアーズで何番取れないです、ね、ネビルが来る、ネビルが呼んでいますが、テベスパスを出すタイミング伺っていて、ネビルスコールズのシュート、後半2本目のシュートです。今のはスペースがなかったんでボールの位置を自分でずらしてコースを作ってるわけですよ ね、これで動かすようということによって、はい、アンデルソンあっという間に中へ、テベース、テベース、よく出た。後半始まってから15分間一度も指示は出していませんね。山崎、いい位置でもフリーキックになりました。ファンデルサールはゴール中央、勝負ですね。打ったバンド、右足、バンドを超えた、ゴール2つ分、すごい、いやいいキックだと思いますよ、このエンド、うわこの後もバンド選手は速かったですね。うわスコールズ、ここで24歳のフレッチャーに交代をします。フレッチャー、エヴァンスと若いプレイヤーを2人投入しました。豪華な豪華ですね。現在イングランド代表で3試合連続ゴール中というルーニーです。あーと前が入った、中がいる、中がいる、打てるか、ゴールを決めた、マンチェスターからゴールを決めた山崎だ、右足蹴り込んだ、歴史的な1ゴール、歴史的な1ゴール、ロナウドの背中が悲しそうだ。山崎の右足のシュート、いやーとーたここが王者のプライドです。すごいですね。これは1分経っていません。ロナウド。うまく取り掛かりました。右へ打ってくるか。右足のシュート。シュートですね。思い切って振ってきましたね。少し落ちましたかね。もしかすると回転がかかってませんよ。ですね、落ちましたね今ね。いやこの後もいやネビルがよく体を入れて次のシュートを打たせませんでした。アジアチャンピオンズリーグで5得点を挙げた山崎がフラッグ。いやこれは左サイドエブラ、中にルーニーが呼んでいる。もう一度エブラ、ファーサイド、フレッチャーが上がってきた、フレッチャーリングシュート、4点目、これがマンチェスターユナイテッド世界のプレーです。そうですね、ほんとサイドに中心をね持っていって中央から出ていくといった1メートル外のところから中に入りました。さあ何が早いですね。縦、ルーニー、オフサイドエリアからスッと内側に体を寄せてゴールで軽くウィックをしたルーニー。ボールを強いですねこの辺ね、うわーっとちょっとまずいんじゃないですか今のは。13番の安田に対して今日初めてのイエローカード、ルーニーも2点を取っている。バンド上がるか、あるか、あーっと PK です、バンドだ、 PK です、 PK だ、転がした、
ガンバ大阪 PK の後にバンドに代わって寺田が入っています。交代させましたね。ルーカス打たせ、エンド、エンド打った、向かいで足が割れた、安田あーって噂ゴール前、丸気味でしたけどね。北澤さん今さあ正攻法で攻めてくるゴール前、ルーカス頭を抱えた。チョンもクラブワールドカップ史上最多です。山口ルーカス右に上がっていく、右に上がっていく、フリーだ、右にシュート、攻撃のマンチェスターと互角に渡り合いました。